画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということでね、今日ね、また小さなアップデートが入りまして、WXP が、実装されました。そしてですね、まあそれに合わせてなんと、ランパートについに弱体化が入りました。まあこれ最初僕もね、本当に今日実装されたのかなと思ったんですけど、まあツイッターとかでランパートナーフとかで調べてもらえばわかると思うんですけど、どうやら、いろいろ海外の記事だったりとか、いろんな人の反応を見る限りでは今日、ランパートの弱体化が入ったっぽいですね。で、具体的にはどの辺が弱体化したかというと、まず一発あたりのダメージっていうのが今まで46だったのが40まで威力が下がったと。一発のダメージの、まあ、威力が40に下がった。でですね、大口径2に関しては、ワンヒットあたり70のダメージと書いてあるので、まあおそらくなんですけど3発キルなのは変わらないのかなっていう感じがしますね。多分まあ40に下がったところで70、40、40で150ダメージは入るので、おそらく大口径をつけることによって、まあ、頭に入れれば3発キルになるっていうのは変わらないのかなという感じですね。それともう一つ弱体化が入ったのが、この ADS の覗き込みの速さですね。これが遅くなったらしいです。わずかにですけど。まあ、もともとランパートは、この覗き込みが遅いことが弱点の一つではあったんで、あんまりそのなんだろうな。まあ、出会い頭でこうやってやっぱ戦うのは難しいんですよね。どちらかというと、こう敵の位置を予測して、あらかじめ ADS をしてみたいなところが、まあ、この子の威力を最大限強くするという感じだったんですけど、まあ、その ADS 速度の覗き込みの速さっていうのが、まあ、さらに遅くなったという感じですね。まあ、ぶっちゃけどうなんだろうね。なんかそんなに変わった感覚ないんだよね、俺。ぶっちゃけそんなに、まあ遅くなったと言われればそんな気もしなくもない程度の、うん、正直今回の変更かなと思っていて。で、まあ威力に関しても、まあ先ほど言った通り大口径で、70ダメージ入っていて、基本が40ってことなんで、おそらく3発キルはなくなってないと思うんですよ。なんで、まあ数値の上では弱体化してるのかもしれないですけど、感覚的にはそんなに変わんないんじゃないかなと、まあまだ使ってないんでわかんないんですけど、と思っております。まあそんなわけで今回はね、一応弱体化が入ったということなんで、このランパートを使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで使っていきましょう。ランパートマーク2大口径ファストマグ FMJ 大口径2スティムショットガンホゴーストでハードポイント遊んでいきたいと思います。お願いします。まあ何戦か使ってみたんだけど、確かにね、弱くなった気がするわ。なんかね、久々に使ったってのもあるのかもしれないけど、なんかね、なんだろう、遭遇戦は確かに元からね、運ゲーみたいなとこあるんですよ。腰ダメが当たってくれるかどうかみたいな、このかどうしても構える速度元から遅かったんで、ただね、なんかね、ブレがね、すごいね、抑えにくくなった気がする。わかんないけど。まあ、今回のパッチでは別にブレとかね、反動については言及されてなかったんだけど、なんかこんなに、中遠距離狙いにくかったっけみたいな感じになってる気がするんだよな。まあ、最近グリップつけて使ってないかなっていうのもあるのかもしれんが。俺の気のせいなのか、これは果たして。もう入られてる。後ろめちゃめちゃやられてたっていうね。きついですね、それは。いや、そっち側見てほしいな。ファイアーブレイク、キル。ハードポイント、強豪中。ハードポイントを失った。エージャックスを消した。たまない、たまない、たまない、たまない。もうちょっと前出てきてるぞ、みんな。もうちょっと。もうちょっと前出てきてるぞ、みんな。もうちょっと。もうちょっと前出てきてるぞみんな。オッケー。ずっと2階にいる子がいるな、うちのチームに。やばそう。ちょっとリス帰らんなかったなこれ。ハートライダーは私が仕留める。 FMJ なんでここは抜けるんです。一回引かせていただいて、すまんね。でこの人もやりたかったけど間に合わない。リスが遠いな。前行こう前行こう。頑張れ頑張れみんな。敵のパトロール兵、そっちは任せる。1回ナイス、マイス、それガチでナイス。うん、惜しい。うちのチームのポイントが、ポイント意識が明らか差出てんだよな。14秒しか踏んでねえもんな。とりあえずもう次ポに置いておいて、もうちょっとポイント流れ戦うときつそうだね俺。もうちょっとポイント稼ごう、みんなで頑張ろうね。頑張ろう頑張ろう。ハードポイントを特定。ハードポイントを確保。これ右怖え。右誰も見てないか。ニュークタウンでこの感じはやべえ。ニュークタウンでこの感じは素直にやべえ。俺はそれを知っている。 OK。 一人だけかこいつ。一人だけだ。よしよしよし、悪くない。 OK。 もう一人いたな。 OK。 ちょっと一回逃げさせていただいて。いかない今。そっちもやりきれないか。きついなこれ。ポイント俺が頑張って不満とマジで勝てねえやつだ。とりあえず頑張るわ。今までのランパートだったらいけるとこまではいけてたはずだから、ワイならいけると自分を鼓舞する。俺かーい。敵を発見。オッケー。を消した。
オッケー、負けへんで、負けへんで。FMJ だからここ抜けるんだよな。オッケー、ナイスナイスナイス。いいぞいいぞ、悪くないぞ。そっち側も来てんのかい。ちょっときついね、マジで。でも頑張るよ、でも頑張るよ。ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ、いい勢いだ。このまま貫き通せ、己の人道ってやつをな。綺麗。え、当たんないのそれ。オッケーオッケーオッケー。 UAV 出撃準備よし。当たんないかそれ。ただ味方のね、マンティスがあるのがね、まだ救いなんですよね。ハードポイントを失った。え、それ当たんない、マジで。なんか当たり判定悪くなってねえか、ランパード。知らねえけど。ナイスか。あ、エルソだ。アウトライダーだ。え、当たんないの俺これで。マジか。逆にびっくりですわ。さあ、クソ GG だけど、まだ参るぞ。諦めんなお前ら。まだまだこっからだ。OK、そいつはやり殺した。任せろ。まだ参るぞ。 OK。 そこに降りてくんのか。やっぱこれスコアストリーク俺が出さねえと無理だな。この感じ絶対勝てねえ。スコアストリーク出さねえと絶対勝てねえ。これは味方がもうちょっと入ってくれると助かるんだよな。そうすればもうちょい前押しに集中できるんだが、果たしてって感じやな。どこまで。OK、 敵のセントリー起動。踏んどいてくれるだけでも助かるよ。上かしたか。そいつはやった。後ろ行ってる。そいつはやりたいね。やられるかそれ。 OK、 中に1枚2枚3枚か。相当入ってんな。あとセントリーそこにあんのやる。あぶねえ。なぜか後ろにもいるし。やーべえ、激アツすぎるだろこのハートマイト。誰かあのセントリーそして壊してくんねえかな。頼む、もうちょっと対空をというかスコアストリーク壊してくれる味方がいるだけでだいぶ変わるんだけどな。エルスト来てんな。一回引きます。もうこのタイミングでのコンカッションですよ。いやガチで辛いな。200になっちゃうのはちょっと辛い。200になっちゃうのはちょっと辛いよ。ハードポイントを失った。ハードポイント占拠。敵のケアパッケージ接近。ポンポンしてんな。ちょっとここで待つか。上空に敵の ナイス。怖い。ハードポイントを確保。あの剣武士奪いたいね。奪えないか。ハードポイント占拠。ハードポイント強行中。ダウン。まだ諦めるな、まだ諦めるな、まだあるぞ、まだ参るぞ俺たちは。諦めたらそこで試合終了だ。アサルトバックを用意した。一人いたよな手前。何も見えない。 UAV 行くぞ。 UAV 出したい。 UAV 出したい。 UAV なんで出ないの、頼むよ。 UAV とのデータリンクを行え。さあ次ポなんだよな。ハードポイントを特定。問題は次ポなんだよな。ナイスもやしそれマジで。ガチでナイスもやし。さあスカステーク溜まったぞこれ。あるんじゃねえかこれは。これギャ大逆転。あつ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 。いや遠いなリスが。頑張れ頑張れ。踏め踏め踏め。諦めんな。まだいけるぞ、まだいけるぞ俺たち、まだいけるぞ俺たち。これあるぞ、全然ある全然ある全然ある。え、そっから湧くの。さあ次ポーもう意識しなきゃいけねえ時期なんだよな。次ポなんだよな。もう時すでに次ポ。もうここに置くしかねえな。任せろ。うわーロケラン。いやいけるぞこれ、マジでいける、マジでいける、マジでいける。味方のファイブレック今マジで優秀。しかもセントリーもある。これあるな、これガチで。ガチアリノスケ制裁を下す。ガチアリノスケだぞこれ。ガチアリノスケだぞこれ。いたな今。やれるそれ。ナイスナイスナイス。いやこれガチであるぞ、これガチであるぞ。マンティスが暴れ回ってる。マンティスが暴れ回ってる。ガチである。クラッシュ。ガチあり、ガチありこれ。ガチありだこれ。死をも。
あ、ごめんなさいごめんなさい、うん、死んじゃうか。さあ次ポだ、もうもう次ポ行こう。ハードポイント OK、 私は仕留める。ハードポイントを取って、敵がハードポイントを取った。 OK OK、 それやったらでかくね、俺割れながらでかくね。いいぞ、踏んどいて踏んどいて。相手はもうポイント見ることで精一杯だよ。いいよいいよ、あるよこれ、マジでマジで体格戦あるよこれ、マジであるよ。痛いけどね、ロケランはいけるだろこれ、マジで頑張れ頑張れ。それは甘すぎ。弾もらいます、そっちか。オッケー、来たー。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかった、勝てた。まあ相変わらずランパタ強いけど、なんか個人的にはね、弱体化した気がしなくもない、ガチで。なんだろう、なんかブレが抑えにくくなったかなって、まあもちろん俺がグリップ最近使ってないっていうのもあるんだけど、ブレが抑えにくくなったかなっていう感覚と、やっぱり遭遇戦に関してはどうしてもマトロックスとかよりは弱いかなという気がしますね。うん、どうしても腰ダメの運ゲーになってしまうし、今回まあさらに ADS 速度遅くなったということで弱くなった気がします。はい、まあソードフィッシュは相変わらず強いんだけどね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でいたしましょう。コデツナーでした、お疲れ様です。おーつーぽん、こちら側を見ておこうという感じですね。オーケー、フルオートのね、やっぱあのレートがね、本来のまあ出したいところなんで、あそこのなんだろう、威力というか。